目離していけないんですけれど。はい、もうラバルパートやってんすよ。ラバルやりながら、あちゃ食いのエンマスター。食いヒーなしの、食いヒーじゃない、ヒーラーなしの食いヒーですね。はい、残ってしまったモノリスも壊す。はい、どうも皆さん、こんにちは。今回の動画は、もう私、ケンスケと視聴者のあなた、そこのあなたと一緒に、ものすごいリプレイをね、見ている気分になっていただけるのもあったと思います。ガガジャニのケンスケ実況のケンスケです。ポン！ということでね、世界選手権予選がね、開催される前に行われるウォームアップトーナメントという本公式のね、公認のトーナメントね、ただいまね、開幕しておりまして、で、そこでね、まあ日本からのね、ナビですね、昨年のクラカー世界選手権で優勝した日本チームのクイーンウォーカーズがね、まあスポンサー変わったのかな、名前変わって、ナビっていうね、チームとして出場していたりとか、あとチャスマック家ですね、日本チームがね、出ておりまして、でね、まあね、ラバルがね、めちゃくちゃうまいですよ。昨日はクイヒーラバルをお送りしたんですけど、今回はクイヒーじゃないラバルなんですけども、うまい人たちのラバルって、クイヒーやってるのっていうぐらい、ヒーローが最後まで生き残るんですよ。なので今回はね、もう、もうヒーラーなしのクイヒーですよ。言ってしまうと、俺ね、いつも言ってるんですけど、ヒーラーなしのクイヒーラバルですよ。なので今回そちらね、生まれた、ウォームアップトーナメントで生まれた、日本人のね、めちゃくちゃうまいラバル編成の全開、そちらね、皆さんと一緒にリプレイを見てる感じでお送りしていこうと思います。なので、今回の動画は毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいますと、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを借りしての先行プレイ動画とか、あとチャレンジの攻略を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、もうヒーラーなしの食いヒーラバルと言っても過言ではない、ラバルな全開リプレイ見ていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。では、まず1本目はね、もうラバルといえば、昨年のクラクラ世界選手権で優勝しました、クイーンウォーカーズのね、日本チームクイーンウォーカーズのね、エース中のエース、まあもうみんなエースなんですけど、星さんのアタック、見ていきましょう。今回ね、すごかったのが、アチャクイね、とにかく延命させてって、タウンホールを落としていくっていう、攻めになってるんですよ。はい、今、突撃艦落としましたね。で、突撃艦スパイウィズなんですよ。で、まあ、施設たちをね、壊していってあげて、まあ、アチャクイがね、タウンホール区画に向かっていくようなルート作りですよね。壁の中の施設とかもね、はい、こんな感じで、スパイウィズのチェーンを使っていってあげて、削っていくんですけど、本当に、アチャクイパートが、クイヒーやってんのっていうような仕事量というか、延命のさせ方、させていきます。ヒーラー、ついていません。ついていても、まあ、ユニコーン1体だけなんですけども、こっからが本当に、すごいです。で、かつ、クイーンパート、アチャクイパートで結構呪文使うんですよ。で、ラバルパートにも呪文足んなくなって、これ全開無理なんじゃねえかなって、思って見てたら、あれよあれよと全開していく様が本当にさすが、星さん、うますぎました。もう、星さんはね、まあ、最高タウンホール帝のアカウントね、まあ今で言うタウンホール15のアカウント、何個ぐらい持ってんだろ、今、星さん。まあ1日4、50回は、レジェンドリーグね、攻めるんですよ。で、圧倒的経験値ですよね。爆発の差で、もうリカバリー力とかもうめちゃくちゃすごいんですよ。アドリブ力とか、が、すごいんですよね。なので、ね、やっぱそれがね、やっぱ出てたなって思いました。さあ、ここからね、あ、じゃあ、はい、ここでクローク使ってしまいました。普通だったら、まあ、クイーンね、タウンホール打つあたりで、クロークを使ってって一気にタウンホールを落としていくみたいな感じで使いたかったんですが、ここでクローク吐かせられてしまいました。なので、すかさずフリーズ使っていきます。ここね、アチャクイの延命の仕方、見といてくださいね。目離さずに見といてください。なんですけど、ボンジはここ目離しちゃいけないんですけれど、はい、もうラバルパートやってんすよ。ラバルやりながらアチャクイの延命やってんすよ、これ。今、タウンホールにフリーズ落としてますので。おかしいぜ、もう、クロークもすでに入ってるはずなのに、ラバル始めてる途中に、クイーン、アチャクイ延命させていってあげて、タウンを落とすと。で、さあ、タウンホールですね。アチャクイパートに呪文使ってしまったんで、もう残ってんのが、ヘイスト2発のフリーズ1発とトームくらいなんですよ。で、ここまで見たら、ちょっときついかなって思って見てたんですよね、俺ね。で、見てて、で、さすが星さんだな。さすが、ここまで破壊率伸びてってる。前回は厳しそうだけど、やっぱさすがだなって思っていたらよ。なんかしんないけど、前回まで、はい、伸びていくっていう。アチャクイパートに呪文めちゃくちゃ使ったはずなのに、なんかしんないですけど、前回まで伸びるんですよ、星さん。これは上手すぎる。
ちょっとギリギリにはなってるんですよ。ギリギリにはなってるんですけど、あんだけ、はい、星さんもにっこりですね。あちゃくいパートに呪文使ってるのに、はい、全開取っていくっていう。この、延命のうまさは、ほんと、世界一ラバルがうまいと言っても過言ではないですからね、星さん。びっくりした。こんな延命させるっていう。で、星さんのね、2本目のリプレイなんですが、これをね、あちゃくい、最後まで生き残っていきます。はい。皆さんね、私、ケイスケと一緒にね、一緒にすごいリプレイ見てる気分で見ていただければなと思います。で、ここね、タウンホール区画にね、突撃艦スパイウィズ投げ込んでいくわけですよ。で、やっぱ、インビジブル撃つ順番とかもうまいですよね。スーパーアーチャーとは違って、やっぱスパイウィズって射程短いんで動き回るんですよ。動き回るんで、もう星さん、次スパイウィズがどこに向かうかをちゃんと予測してって、で、かつ壊してほしい施設をインビジブルで隠さないようにちゃんと撃ってあげて、守ってあげつつ、区画を削っていくと。で、はい、来ました。クイヒーなしの、クイヒーじゃない、ヒーラーなしのクイヒーですね。ここ、アチャクイね、仕事させていきます。で、このアチャクイ最後まで仕事させます。ラバル編成って基本、ヒーローたちで区画を削っていってあげて、ラバルの道を使ってあげて、で、るっていうね、ヒーローの使い方なんですよね。なので、結構ね、ヒーローって使い捨てなんですよね。スーサイドラバルって呼ばれてたりします。スーサイドって英語で自殺っていうね、あまり良くない意味なんですけども、まあ、ヒーローたちをね、まあ、自殺させるようなもんですよね。まあ、区画を削ってあげて捨てていくみたいな感じなんですけども、星さんのアチャクイはね、最後まで生き残ることめちゃくちゃ多いです。もうスーサイドでも何度もありません。アライブです。生き残り、アライブラバルです。アライブラバル。生き残るラバルです。なので、ラバル回しを注目していきながら、最初に出したアチャクイね、今30区画にいるじゃないですか。そこのアチャクイ生き残っているんで、そこのクイーンの生き残り具合も、注目していってください。はい、ロイちゃんとかは真ん中のマルチインフェとか、ね、向かってますよね。で、その間にラバル向かわせていきつつ、ストライカーとか投げて、行って、そのストライカーで相手のロイヤルチャンピオンとかをね、処理してってあげると。で、ここでエターナルトーム発動。で、クイーンが見づらいんですけど、生きてんの分かりますかね？やっぱ、アチャクイーンね、生き残ってると、火力も高いんで、バシバシ、施設ね、バンバン壊してってくれるんで、時間切れになりにくいんですよね。星さんの、スーサイドラバルって、ほんと、アチャクイーンを生かしつつ、かつ死なせないんですよ。延命のさす方がほんとすごいんですよ。なので、はい、時間もたっぷり余り余って、もう防衛施設ほとんど壊してしまいましたね。こんなラバルをすることができるのが、もう、世界一うまいラバルの使い手、日本人だなって、個人的には思ってます。いや、こんな生き残り方ですよ。タウンホール15って全開難易度、上がったんですけど、星さんにとってはちょうどいい全開難易度になったのかも、しんないですね。タウンホール14時代は、もう、6、7枠ぐらい呪文余らせて全開とか取ってたりしてたんで、この方、15くらいの全開難易度がちょうどいいのかも、しんないですよね。で、続いて、来ました。ヒロヤさんですね。ヒロヤさん、ね、リアルの、お顔を見るの初めて、ちょっとテンション上がりました。ヒロヤさんもね、うまかったっすね。さすがでしたね。見ていきましょう。さあ、今回、スーサイドラバルで、スケルトンの呪文を、結構、多用された形のスーサイドラバル編成ですね。今回はウッドランチャーを9時から入れていきつつ、まあ、このウッドランチャーでイーグルホーク区画を削っていくと。で、キングは流しつつ、アチャクイも流しつつで、まあ、ロイヤルチャ、あ、ま、違う、ゴーレムアチャクイで、まあ、7時の区画を削っていきます。で、こっから5時の投石区画にスケルトンの呪文を連打してってあげて、ターゲットを取ってあげて、5時区画を削ってあげることによって、村半分をなくしてってあげて、で、4時区画だったかな？ 4 時あたりからラバルを展開してて、タウンホールをね、落としていくみたいな、そんなね、攻め方になってますね。はい。こんな風に、スケルトンの呪文ね、たくさん落としてて、ターゲットを散らしてあげて、ヒーローたちを伸ばしていく、みたいな、攻め方になってます。あ、待って、ババキンが上のインフィオタワー壊しそう。いや、最後の人の伸びが少し気持ち足んなかったか。足んなかったんですけど、まあまあまあ、いいでしょう、ということで、はい、ラバルパート、スタートさせていきます。で、今回も、アチャクイが確か最後まで生き残ってたかな。確か、アチャクイちょっと注目していきましょうか。今、クランの城叩いてるアチャクイなんですけど、このアチャクイも確か最後ぐらいまで残ってたような気がする。ロイちゃんだったっけな。とにかく最後の方まで生き残ります。で、さあ、ラバルをね、出していきながら防衛室を削っていってあげると。で、まあ、ちょうどアチャクイの付近にある防衛室とかも壊していくんで、アチャクイを攻撃する施設がなくなるんで、アチャクイ最後まで生き残っていくよねっていう形で、はい、こんな風に最後まで、あ、でも待って、アチャクイは最後は死んじゃってる？あ、いなくなってますね。いなくなって、あ、ロイヤルチャンピオンが残ってるのか、今回ヒロヤさんの。ラバルの場合は。
はい、残って一手の全開なんで、今回はアチャクイではなくて、ロイちゃんの方が生き残ってますね。ただロイちゃんも、防衛室に向かっていくユニットなんで、防衛室のターゲットをもらって、攻撃食らって、死にやすいヒーローの一人ではあるんですよね。なんすけど、なんか知んないですけど、ロイヤルチャンピオンが生き残って、全開で、いや、圧巻の、うまさでしたね。はい、もう攻めてる配置はね、昨年のクラカ世界選手権で優勝した日本チームのね、クイーンウォーカス、元クイーンウォーカス、ナビのね、配置ですからね。いや、さすがでした。さあ、次、ラストの攻め見ていきましょうか。次がチャスマックゲーミングの、チャスマック EA の、ラビ選手のアタック見ていきましょう。あ、そう、ラビ選手のこの攻めも、アチャクイ、最後まで生き残っていきますんで、そちらがポイントになっております。さあ、ベビトラとかでサイドカットしつつの、やっぱみんなこう小出しのチャイとかでちゃんとターゲット取ったりとかして、タゲ取りがね、うまいですよね。ヒーラーがついてないんだったら少ないわけでちゃんとターゲット取ってあげて、アチャクイを守っていこうぜっていう、攻め方になってます。もうこれ初心者の人が見たら何やってるのかわかんないですよね。施設数多いし、ユニットの種類も多いんで、ちょっと何やってるかわかんないと思うんですけど、タゲ取りのうまさとかね、そこら辺をちょっと勉強にしていただけたらな、というふうに、思います。さあ、今回もですね、先ほどのヒロヤさんみたいに、クジからウッドランチを入れてってあげて、そこのマルチインフィニタバー区画をね、削ってってあげる。で、アチャクイに関しては6次区画ですね、の方に入れてって、下のマルチインフィニタバーを削ってってあげるで、まあさっきのヒロヤさんみたいな感じで村半分なくしてって、4時からラバルパートスタート、でしたかね。はい、どんどん入れていきます。で、6時のアチャクイあたり見ていただければと思うんですけども、まだアチャクイ生き残ってますよね。で、まあいろいろ防衛室からターゲットもらったんですけど、はい、視野が広いんでインビジブルの呪文とかね、しっかりと打って守っていってあげる。あ、3時の対空砲公務に呪文でターゲット取ってあげてからのバルーンで、対空砲壊してルートを作ってるっていうのも、めちゃくちゃうまいポイントです。さあ、そしてこっからね、まあラバルバトスタートさせるんですけど、ここアチャクイすごいのが、投石殴ってんすよね。投石殴って、もうクローク入ってんすけど、ギリギリ、HP 管理すごすぎるだろう。投石機ギリギリ壊していきます。ギリギリ壊していきます。もうすごすぎる。で、かつこのクイーンまで、ここがね、呪文タワーのポイズにかかるんですけど、ギリギリ生き残って最後まで仕事していきます。もうどういうことよっていう。どういうことっていう。で、残ってんじゃないですか。で、今回ちょっと怖かったのがモノリスですね。モノリスがちょっとラバー逸れてしまって、モノリス壊すのに少し時間がかかってしまっているんですけども、まあそれでもバルーンも向かっているし、なんか残ってたクイーンが仕事してって、はい、残ってしまったモノリスも壊す。どこまで仕事させんのこれみたいな。ブラック企業ですよ。ラビさんこれもうアチャクイにちょっと手当、出さないと訴えられますよ。労基法違反ですよっていう。レベルで仕事をさせてあげて、最後までくったくったに使ってあげて、全開を取るっていう、これが世界レベルの日本人プレイヤーのラバルといった、攻め方になります。はい、そんな感じで今回はですね、ウォームアップトーナメントで生まれたね、日本人プレイヤーたちの上手すぎるラバルでの全開ですね。もうヒーラーなしの食い火、ラバルみたいな。そんなね、リプレイを4本お送りしていきました。いやー、ウォームアップトーナメントか、クラカ世界選手権が始まると、やっぱ凄すぎるリプレイがね、めちゃくちゃ生まれますんで、ちょっとここしばらくめちゃくちゃうまいリプレイ、動画がね、続いてしまうかもしれないんですけども、まあ、暇つぶし程度になんか私、ケイスケと一緒に、凄すぎるね、うますぎるリプレイをね、一緒にね、見ている気分になっていただけたら、嬉しいなっていうふうに思います。はい、ということで、こういうふうにクラカ動画毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいますので、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、あと友人やクラメンにシェアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。